ありがとうございます。今日のゲストは海野晴恵さん、ピアニストです。僕の妻でもあるんですけれども、彼女と一緒に、カザルスの鳥の歌、それからリストの愛の夢という、美しい作品を演奏しようと思っています。どうぞ最後までお楽しみください。はい、それでは、この企画では、出演者同士のトークというのも割と売りになっているので、ご夫婦ではあるんですけれども、ちょっとあえてこういう形でトークをしてみたいと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。そうで、リストの愛の夢を弾こうっていう話は割と最初に決まってたんですが、もう一曲ぐらい何か弾こうよって話になった時に、カザルスの鳥の歌って言ってくれた、その辺の理由とか、なんかそういうのってありますか？多分大変な思いをされた方も多くて、音楽で何ができるかって言ったら、なんか祈りとかそういうことしかできないので、でそう思った時の思いついたのがこの鳥の歌っていうのが一番思いついたので、最初に、そんな感じです。
で、まあ、一緒に住んでるのもあって、彼女がこのコロナで大変だった時期にどんな生活をしていたか僕自身は知ってるっていうか、よく間近で見てるんですけれども、あえて、まあ、動画をご覧になってる皆様に対して、なんかこういろいろと大変だったこととかちょっと話していただけますか。まあ、とりあえず3食ずっと作っていまして、ご飯をね、ご飯を、うん、はい、うん、ありがとうございます。作って、いえ、で上の子、子供が2人いるんですけど、小1と年中、うん、年中かな、うん、で小1の子の勉強を見たり、ピアノも習い始めたのでピアノもちょっと見たりっていう感じで、自分の練習ほとんどできず、私がゲストでってなって初めて慌ててさらったみたいな感じです。うん、あと3食作ってる他には、家をずっと片付けたくてずっとできなかったので、これはチャンスと思ってたくさん断捨離をしています。でもなんだか旦那様が忙しくしているのでなかなか協力を得られず、はい、ぜひ協力いただけたらもうちょっと進むのいいなと思ってます。頑張ります。はい、はい、あとThank you.
最後までご覧いただきありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか。今回で3回目になるんですけれども、第1回目のチェロ二重奏の回であったり、第2回目のハープとのデュオであったり、そういう動画もありますので、ぜひご覧になってみてください。それから今後も継続して配信していきたいと思っているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。